桔梗アストラの新芽が出てきました。これです。この白い芽が新芽です。この黒い茎は去年伸びたアストラの茎が枯れたものです。去年の茎の根元から新しい新芽が出てきます。これも新芽ですね。ピントがなかなか合わせづらいです。この小さいのも新芽、これも新芽です。これが伸びてつぼみができ開花します。こういう新芽を見るのはとても楽しいです。春が来たなと感じます。さあ、これからどんな成長をしてくれるのでしょうか。とても楽しみです。以上、桔梗アストラの新芽でした。